さあね、もう3月といえば、大イベント卒業式のシーズンでもありますけれどもね、もうそういうシーズンになってしまいました。はいはいはい、はい、卒業まだ卒業式は関係ない、まだまだあと僕は2年行かなきゃいけないですからね。あ、そう、ええ、できそう。いやもう全然僕はもう卒業しますよ、入ったからには。どうだよ、任せてくださいよ。それはちょっと任せらんないけど、超オッケーっすよ。まあ卒業式といえば、はい、中学の頃とか、はい、ね、もう好きなこと離れ離れになっちゃう悲しい卒業式ですよ。そうですね、その時にこうまず告白したり、はい、答えにボタンもらったりね、はい、ありましたけども、いろいろあった、いろいろそういうの。僕はなかったですね、うん、ボタンくださいとかも何もなかったですよ。好きな子とかいなかったの？俺はいなかったです、っていうか、なんていうんですか、友達が好きやからその気持ちを俺からは伝えられへんから、ちょっとお前言ってくれよみたいな感じのはありましたけどね。あいつ好きみたいだねって、うん、あ、そう、んじゃってそいつは帰っていってお、おいっていうのがありましたけど。君はどっちかというと友達に協力する方。そう、俺相談されるタイプなんですよ。ちょっとあいつ好きなんだけど、どんじゃすんねえかな、強すぎとかって言われて、ええ、うん、じゃ任しとけって感じで、任しとけ任しとけって言って。さあ行きましょう、お便りコーナー。頼りしちゃうとこの野郎。何やってるんですか。どうしたんですか。いきましょう。はいはい、いいですか。いきましょう。はい、東京都足立区にお住まいの宇津井瞳さんでございます。はい、ああ、なるほどな。なんなんで気になりますか、やっぱり後ろにいられると。気になる、必ず。あ、そうですか。めちゃくちゃ、今実験したんですよ。光一くん、剛くん、はい、やめ、宇津井美香、こんにちは。なる。私には夜変なことをする癖があるみたいなんです。はい、夜突然起き上がってバカ野郎マジ本当にと怒ったり、自分のベッドから起き出し台所歩き回って、ねえ千秋は、千秋、え、まあいいやって友達のネームを呼んでるらしいんです。でも私には何も覚えがありません。私は無誘病なんでしょうか。無誘病ですね。無誘病や、それは無誘病なんでしょうかねえ、はい、でも分かんないんですから本人は、あるそういうこと。まあ僕は家の窓からトイレしようとしたことがあったらしいですね。2階の窓から、ちびっこの時に。あ、ちびっこの時に、へえー、それ止められて、あ、親に止められて。僕も覚えてないんですよ、全然覚えてない、それはね、きっとね、宇宙人の仕業。宇宙人、間違いなく宇宙人の仕業。それは宇宙人が呼んでたんですか。宇宙人がさらわれるとこだった。あ、そう、危ない、危なかった。危ない。今日なんかどうしたんですか。危機一発やな。危機一発やん、本当に。親に感謝せない。お前でも、まあ、危なかった。あるなんか。僕は何でしょうね、スカイダイビングしようってしたことが過去にあったらしいですよね。どこで。いや、2階の窓から。あ、窓開けて、ええ、俺はヒーローだってこう風呂敷をですね、首に巻いて飛んだことがあるらしいですよ。飛んだんですか。飛んだ、飛んだ。今実際飛びましたか。実際飛んだ僕は、はい、実際飛んだ。もう2階から落ちるスピードをこう体験 しました。それはですね、木星人の仕業です。あー、よくあるケースですよね。そうや、それよくあるケースや。よくあるケースよかったよ、それは。さらわれるとこやった。宇宙人さんはなんかない。僕、夢でありますよ。何ですか。夢でおトイレ行きたいなって、ええ、夢でおトイレ行って、ええ、そう。あー、まあ、そうですか。なんか、ちびっこの子ですけどもね。はい、じゃあ3番のお願いします。はい、答えが出たかわかんないですけども、はい、まあ、皆さんからお便り募集しています。ダン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 、こちらの先までどしどしご応募ください。さあ行きましょう、キンキーズダンシングクイーンです。どうぞ。
して僕は大切な人生にしてたら叶うはずと You are the blessing queen 僕に勇気くれた Dancing queen 世界中ありがとうございました。キンキズでした。いやーすごいですね。今日もすごいですね。いや君の瞳に恋してる。はい。ダンシングクイーン。はい。懐かしいですね。懐かしいですね。懐かしいっすよ。はい。僕は10年頃少年隊と、はい。レッツゴーヤングっていう番組で NHK ホールでよくね、この曲やりましたよ。やりました、ビデオではご拝見させていただきました。お、覚えてますね。覚えてますね。覚えてますね。I love you, baby. よ、走ってますね。走ってますやん。走っていいの。すげえ。覚えてこれ振り付けは すごいですね、宇宙美さん。宇宙美さん、あんまり夢中にならないでください。疲れますから。あんまり。あ、すみません。番組のこと忘れてました、ね。夢中にならないでください。振り付け誰ですか。ちょっと待って。あ、年なんですね。疲れはこの振りは疲れるんですよ。特に疲れるんですよ。特に疲れたんですよ。やりましたね。そう、すごいですね。NHK ホールで。まあこの曲はコンサートとかでもいろいろねやらせていただいてる曲なんですよ。はいはいはい、盛り上がって、結構皆さんね盛り上がって、じゃあ二人でこう選曲したりいろいろ、そうですね、音楽も問わず、いろいろ選曲オリジナルから何から、やりましてですね、そうですね、はい、もうファンの子もキンキン言ってますからね今ね、キンキンコウちゃん言ってますからね、ツヤシーとかこうたまに入るんですよ。あ、そう、これも入ったりするね、たまに、あれはたまに入る、なんですかこれは、それはお祝いの日に入ります。あ、今日なんかじゃあ祝い事でなんか今日めでたいんですかね。今日はめでたいですよ。多分今日お父さん帰ってきたら課長かなんかに上がってると思います。いやいや、何が、はい、いや別に、うん、今日お祝いの日なんですよ。あ、そう、じゃあタイのお菓子だつきかなんかバーンと、もうバーンと、お席あんただな、ただなって、お席あんだ、大丈夫なんでしょうか、ちょっと心配でございます、はい。